レストラン、レストランちょっと例えばハイクラスのレストランで食べてるような味じゃないかなっていう感じがするんですけど、はい、あの品の良さがあって、はい、捨てるから多分できることだと思うし、まあお店もね自分のものだし、まあ一応そのなんていうの、そのお店の作り方も全部目指してきたのは、あのお客様にまだ止まった？また止まった。バンジュー、バンジュー。また止まったみたい。また止まったみたい。あれしましょうか。だからサジトさんのこれからの展望っていうか、あの、はい、アイルベーダーをね、はい、どれくまあ具体的にどういうふうな形でやっていくのかちょっとお知らせしてもあの今ね、あの出張でね結構行ってるんですけど、ただあの相手の家に出向いて、相手の家で、はいはい、行ってて、ね、はい、あのベッドも全部持ってってね、やってますけど、ベッドも持ってって、はい、そうできればそのなんていうの、まあ自分がかあのなんて行ってそういうすごい空間の中でもやれたら、あの嬉しいなっていうね、あの今度まんじゅうさんのね、はい、あのフェイスを使ってね、はい、あのまあ、あの週に1日2日ぐらいは一応あのやってみましょうかっていう話ね。あ、じゃあ、 あのボタニカで、ボタニカのまんじゅうさんの事務所で、はい、405ですね。で、週2回ですか。あのそう、まあ予約次第に土曜日日曜日、はいはい、まあ週2回くらいですね。それで、あのやる日はあのまんじゅうさんのホームページ、これからまた案内します。あのご案内、ここだと、あのフルコースで、まあ、1時間から1時間半でかかりますけど、4500円ですね。あの聞いてますか、4500円でさ、アイルベーターとマッサージですよね。そうです、その、はい、それ4500円でそれを受けられるっていうのはちょっとお得じゃないかなっていうか、だいぶお得じゃないかなと思います。あのまあそれはね、もう皆さんの考え方次第だと思うんですけども、ぜひね、あのまあとにかくまずあの受けてみてはいかがでしょうか。サジットさんのね、あのエレベーターマッサージを、はい、4500円であの週2回、あのボタニカのまんじゅうさんの405で、はい、あの週2回やってます。それでやる日はあのまんじゅうさんのブログないし、フェイスブックで、ご連絡いたします。ということで一応今日はこの辺でという感じになります。はい、そうですね、はい、あの今日は7人も見てくれてますので、はい、ありがとうございます。じゃあそういうことで、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうもどうも。